松井と鍋Q の勝率比較一緒や、誰でも監督なんて誰がやっても変わらんのがよくわかる。 GM 派で Q がしてきた編成頑固なんやし、そらそやろ、もう限界だわ。トップから引きずり下ろせよこいつ。離脱者続出してるからさらに弱くなってるという。監督叩いてばかりのやつらも少しくらい学習しろよ。40歳栗山と40歳中村がクリーンナップ打ってる時点で異常。打率って考えれば首位打者いけるやん。もう犠牲にできる気がないからね。中村はまだわかる。栗山はなんこいつはもう引退してなきゃいけないレベルだろ。今まではどんなに主力が流出しても若手がポンポン生えてきたけど、さすがにもう土壌の栄養がなくなったな。今井コーナ平がメジャーで完全終了や。監督変わったって選手がゴミなんだから急に勝ち始めるわけないやろ。無能采配連発してるならともかく。すまん。西武最後の日本一に導いた名将なんやが。しかも渡辺の3勝のうち2勝は中日からという、明らかに松井和夫の方が優秀だった。西武の先発は強いとかいう謎の風潮あったけどゴミで草。ヤクルト以下やん。ご視聴ありがとうございました。